皆さんこんにちは。この動画では実践的な医療英語の基本として大切なアメリカにおける医療の基本的な考え方についてお話しします。なぜこの文化の違いについて理解する必要があるかというと、看護はやっぱり対象である患者さんの考え方を理解する必要があるからです。ただ英語ができるだけといっても、やっぱりそのコミュニケーションが相手にどう伝わるのか、そしてそのコミュニケーションをどういうふうにコミュニケーションすることが医療の専門家として期待されているのかということを理解する必要があります。やっぱり特に看護はそれぞれの臓器に注目するだけではなくて、患者さんを人として全体として見るやっぱり必要があるので、相手の文化を理解して、そしてそれをケアに反映する必要があります。日本とアメリカでは医療者と患者さんの関係や患者さんの権利についての考え方が異なります。今回はこの点について分かりやすくお話ししますので、最後までご覧ください。私はアメリカハワイ州にてナースプラクティショナー、略して NP をしている三浦美希です。このチャンネルでは、日本で看護師をした後にアメリカで NP としてキャリアを積んでいるものからの実践的でリアルな内容をお話ししていますので、ぜひチャンネル登録をお願いします。では早速本題に参ります。アメリカで医療に対する考え方を学ぶには、まずアメリカ人の国民性を知る必要があります。アメリカは多民族国家ですので、いろんな考えを持っている人はたくさんいますが、一般的には自由に対する知識、意識がすごく強くあります。自由の女神が象徴となっている通り、本当に自由っていうことに対して意識がものすごく強いです。例えばコロナ対策でマスク着用についても、日本だと周りに迷惑をかけないという意味で多くの人が自主的にマスクを着用していて、それはとても日本的な文化で、それはそれですごい素晴らしいと思うんですけれども、アメリカの場合ですと、マスクするしないは個人の自由であって、したくない人はして、したい人はしてもいいけれども、自分はしたくないからマスク着用をこう強制させられるのは反対だとする人も結構いて、マスク着用に対する反対する人は、すごく多くいて、その考え方の基本となるのが、自由に対するこの考え方ですね。日本人は一般的に規則をきちんと守るし、破る人はあまりいませんが、アメリカでは規則は自分たちの利益のならないんだったら、守らなくてもいいっていう考えをする人もいます。例えば車のシートベルトについての規則も、州によってはシートベルト着用の義務がなくて、それは個人個人の自由だ、それを決めるのは個人個人の自由だという考えがあるからです。またもう一つのアメリカの国民性は自己主張が強くて、自分の権利や意見をはっきり主張するというところ、患者さんも自分はこうしたい、自分はこうしたくないとすごくはっきり言ってきますし、自分の健康や治療に関する決断は自分で決める権利があると考えます。一般的なアメリカの国民性について話しましたが、先ほども言った通りアメリカは多民族国家なので、個人によって考え方は違います。また人種だったりとか、あとアメリカで育ったのか、もしくは他の国から移民してきたのかによっても価値観は異なります。でも一般的にアメリカでは日本と比べて個人の自由と、そして権利を一番に考える傾向があるということを理解することがとても大事となってきます。でアメリカで の医療者と患者さんの関係についての考え方はどうでしょうか。アメリカでは患者さんと医療者は相互に尊重し合って、協力関係を築くべきであるという考え方があります。日本をはじめ多くのアジアの国では医療者、特に医師は患者さんよりも立場が上で、医療に関する決断は医師や医療者に任せるという考え方がありますが、アメリカでは医療者は専門知識を持って医療的なアドバイスをし、患者さんに協力するものの、最終的な医療に関する決断は患者が決める権利があるし、医療者はそれを尊重するべきであるというふうに考えます。
でこれを特に実体験で感じたことがあります。まあ、それは私が NP 学生で実習をしている時のこと。で実習を教えてくださったプリセプターは日系 の、 産婦人科医の先生で、まあ、私のことをすごくサポートしてくださって、実は最初 の、 就職先を見つけるのも手伝ってくださったんですけれども、まあ、実習中にミキ、これは日本の文化では普通なんだろうけど、アメリカではこうしなさい、ああしなさいって患者さんに言うと、まあ、一方的に命令されているように受け取ってしまう人もいて、まあ、嫌な風に受け取られる患者さんもいるだろうから、言い方ちょっと気をつけた方がいいよっていう風に、愛情を持って指摘されました。でこの体験で私すごくやっぱり学んだんですけれども、まあ、確かに日本では医療者がこれは何時に飲んでくださいねというふうに指示という形で説明することが多いですし、まあ、これは日本の文化ではおかしいとは思わないはず。でもアメリカですと患者さんと医療者の立場は平等、まあ、もう どちらかというと患者さんが主体で、まあ、患者さんが望む範囲であればこちらが専門家としてお手伝いするというスタンスなので、まあ、指示といったような形で発言されるとアメリカの人はよく思わないかもしれません。まあ、患者さんも、まあ、明らかにアメリカ出身でないものっていうのも分かりますし、まあ、私の態度を見て威張って言ってるわけではないと分かっていても、やっぱり言い方ってとても大事なんですね。まあ、医療は特に患者さんと信頼関係を築くのがとても大事なので、まあ、意図的でなかったにせよやっぱり相手に嫌な思いをさせてしまうのは、ダメなので、とてもコミュニケーションは気をつけなきゃいけないですね。では患者さんに治療について話すときにはどのように話せばいいんでしょうか。私は患者さんに最終的に自由に決定権があるということを常に頭に置いて、まあ、そういった治療の、まあ、どういった治療のオプションがあって、そしてまあそれぞれのオプションについて良し悪しを患者さんが分かりやすい言葉で詳しく話します。そして最終的には患者さんに決めてもらう。例を言うと、例えば私は産婦人科をメインで行っているので避妊法、バースコントロールについてよく話します。まあ、まずはどのようなオプション、そして治療法があるのかをすべて話して、またそれぞれの方法の良し悪しを患者さんが分かりやすい言葉で詳しく話します。でその上で、例えばもしその患者さんがもともと生理の出血が多いとか生理痛がひどいといった場合は、まあ、特定の避妊法の方が、まあ、出血とか生理痛を軽減させる効果があるので、もしかしたらそちらの方があなたにとってもいいですよ。 You may like this method better とか This method may work better for you というふうに言います。ただこの時に You should do this method とかっていうふうには言わないようにします。Again ここで言うのはやっぱり私が強制してるわけでもないし指示してるわけでもないで、やっぱりそれはこっちがその意図はなくてもその言い方によってそういうふうに伝わってしまう可能性があるので、そういった You should do this とか Do this とかっていう言い方はせずに、どちらかというとこちらは医療アドバイスしてこれをアドバイスしてますよという意味で This might work better for you とか You may like this better とか This may benefit youというような言い方をするようにしています。で完全に患者さんに決断を任せるのではなくて、まあ、医療的にはどれが好ましいのか、もしくは使ってはいけない禁忌のものがあったら、まあ、どうしてその治療は禁忌なのかも話します。まあ、もし禁忌のもので、例えば危険度がものすごく高いのに患者さんがどうしてもその治療をしたい、でも、まあ、自分としては医療者としては絶対おすすめできないし自分の医療免許が問われるかもしれないといった場合、まあ、場合によっては I'm so sorry but I don't think that's safe for you and I don't feel comfortable with prescribing that medication for you so unfortunately I'm unable to give that prescription と言ったように、患者さんの意思を尊重しつつも自分の医療免許を守ることもあります。アメリカでは患者の権利がはっきりと決められています。で患者の権利の一つはそれぞれ の、 治療法の利点や欠点についての情報を得る権利です。ですので、まあ、日本では、まあ、伝統的に今は変わっているかもしれませんが伝統的にがんの告知について、
家族と相談して、家族の希望によっては患者さんにがん の診断面について話さずに隠すこともあるっていうのは、アメリカ的な考えで言うととてもありえないこと。というのもやっぱり患者さんは自分の病状や治療について知る権利があるので、患者さんに黙っていて、かつ患者さんの許可もなく家族に話してしまうということは、アメリカ的に言うとダブルで NG ですね。でもう一つの権利としては、医療者に勧められた治療法を受け入れるまたは拒否する権利です。そして患者さんの決断について医療職から尊重される権利もあります。例えば、がんの診断をされた患者さんが延命につながる治療を勧められてそれを拒否した場合、この患者さんの決断が医療者からすると、なんで治療を受けないんだろう、せっかく治るのにとか、危険な決断であったとしても、患者さんの決断を尊重する必要があります。でまたこういった場合は医療記録に、ちゃんと治療の選択肢を話し、治療を受けないことによって起こりうることも詳しく話し、その上で患者さんが治療を断った、治療しないというふうに決断したということを全て細かく医療記録に残しておきます。今回の動画は面白かったでしょうか。国によって医療に関する考え方は異なるんですけれども、そのことをきちんと理解することは、ただ英語が話せるというわけではなくて、やっぱり看護のプロとして本当に実践的なコミュニケーションができるというためにはとても必要となってきます。今後も実践的な医療英語についての動画を作っていきますので、チャンネル登録とそしてベルボタンの登録をお忘れなく。では See you next time.